はい、今回は MF5 そのお話をしていこうかなと思います。今回フォーカスしたいのは、両高橋だったりとか、行動最速理論、そして MFG のレギュレーションですね。アニメ現在第2話の方まで放送されましたけれども、初見だったりとか、車に詳しくない人、私も含めたくさんおられるかなと思います。今回アニメの描写で挿入されたことによって、結構重要なシーンとなるのが、カナタと尾形のシーンありましたよね。夕焼けのシーンなんですけれども、それが MFG の唯一のレギュレーションである、グリップレシオとかありましたよね。結構ね、分からない人からするとややこしいんですよね。そして両高橋、これはもうおそらくというかほぼ確実だと思うんですけれども、イニシャル D における高橋涼介なんですけれども、前作行動最速理論の回答編であるのがこの MFG となっています。そもそも行動最速理論は何だったのか、そのあたりも曖昧でも楽しめるのがイニシャル D および MF ゴーストなんですが、これを知っておくとどういう目的で涼介の目論んでいる MFG があるのかとか、もしくは行動最速理論の延長線上にあるということで、これを知っておくとまた何倍も楽しめると思うんですよね。今回はこの行動最速理論から MFG までの目的だったりとか、どういう意図があるのか整理して考えていこうかなと思います。一応もう一度イニシャル D を見返したりとか MF ゴースト読み直してみたんですけれども、抜けてる部分とか補足などあればね、もしくは考察もあればコメントお待ちしております。いつもたくさんのコメントありがとうございます。動画制作の参考および励みになっております。では早速本題に入っていこうかなと思います。まずは行動最速理論についてのおさらいをしていこうかなと思います。この行動最速理論なんですけれども、高橋涼介が提唱するものとなっていて、これをテーマにしてイニシャル D っていうのはどんどん進んでいくんですよね。もちろん匠だったりとか圭介だったりとか、いろんなキャラクターたちのドラマがあるのがイニシャル D の面白さなんですけれども、メインとなるストーリーとしてはこの行動最速理論なんですよね。ではこれが何なのかなんですけれども、一応本編の方ではストレートで速い走り屋が初心者、コーナーを極めて中級、上級者ともなればストレートでもコーナーでもない第3のポイントで差をつける、そのポイントを極めることこそが俺の最速理論のメインテーマだとね、高橋涼介が言ってるんですよね。これだけ聞いてもね、いまいちパッとしないですよね。結局涼介が何を目的にしているのかっていうところがすごい曖昧なんですよね。理論というからには一般的な法則として成り立つものを探し求めているように感じるんですけれども、でこの部分を踏まえた上で論文を作成しているような雰囲気がありますよね。そしてプロジェクト D において関東制覇をした時点でイニシャル D というのは完結するんですけれども、涼介が匠や圭介に対して俺が長年構築してきた最速理論はすでにお前たちの走りに凝縮されているということをね、言っていました。でもう少し具体的なところを言っていくと、物理学の法則だったりとか天候とかね、タイヤの溝だったりとか車の性能だったりとか、いろんな要素が詰め込まれているものがこの行動最速理論だと思います。でも終盤においてはね、藤原匠とか結構運というかね、結構それをものにして勝ってるシーンもありましたし、逆にこう圭介の方はプロレーサーとして行動で培ってきたものはあるんですけれども、どちらかというとこうサーキット寄りのね、プロのレーサーに進化したっていう方向性ですよね。つまり最初に高橋涼介と藤原匠がバトルした秋野の86戦ありましたよね。アニメでいうとこのファーストステージなんですけれども、涼介が求めている行動最速理論にこう沿った人物っていうのがこの藤原匠と86だったんですよね。まずこれがおそらく行動最速理論のベースとなっていると思います。そしてプロジェクト D の方なんですけれども、おそらくこの行動最速理論においてケイスケの要素も必要だと思っています。このサーキットにおいての最低限のタイム配分だったりとか、そういうところですよね。藤原匠に関しては、秋野の86の頃からあったと言われている藤原ゾーンというものが存在するんですけれども、まるでこう FR なのに 4WD のような走りを見せるそのキレというところですよね。これっていうのが常人としてはわからない部分だったりとか、人車一体というね、車とね、人が一体化するような、実際そういうところはないんだけれども、それを掛け合わせた上で出てくる事象っていうのがおそらくこの行動最速理論のテーマを突き詰めた先なんじゃないかなと思っております。先ほども言った通り、この全ての行動最速理論が培われてきたものが圭介と藤原匠に凝縮されているっていう形で終わっておりますよね。でそこから MFG へと移ります。で MFG なんですけれども、これは両高橋が提唱したクローズドコース化した行動を内燃機関を搭載した車で走るカーレースイベントとなっていますよね。ドローンを通してね、電車から有料配信されていて、契約視聴者数は3000万人を突破するほどの人気イベントとなっているのがこの MFG なんですよね。名前の名称は明かされていないんですけれども、これも何かしら最後回収されるんじゃないかなと思います。で MFG はその復興支援的なイベントの側面を持っているということもあるので、ここも何かしら最後つながってくる可能性もありますよね。例えば高橋涼介にとっては夢というものがありましたけれども、この夢をね、ここに載せていたりとかする可能性もあるかなと思います。ではこの唯一 MFG のレギュレーションですよね。ここが一番キーとなってくると思うんですけれども、これがどういったものなのか簡単に説明していこうかなと思います。車重に応じてタイヤのトレッド幅を決定する規定で、
重い車ほど太いタイヤを装着することができるというグリップウェイトレシオの起因化というものです。これだけ聞くとちょっと分かりにくいんですけれども、こう逆にこう軽い車ほど細いタイヤを装着しなければならず、軽量化でタイヤの負担を減らしたりとか、エンジンの馬力を上げる利点が少なくなるというね、また駆動力の優れた四輪駆動だったりとかミッドシップエンジンにもハンディが課せられるというね、こういうシステムとなっております。でこれらの制約から無改造で馬力が高くバランスもいいヨーロッパ製の高級車が有利だと言われていて、その車を所有できる財力を持ったチームが上位を占めているのがこれまでの内容となっていました。リッチマンズレギュレーションと揶揄されていたりもしましたよね。そしてカナダがこれ第2話の方で登場してきて、要するに新世代って言ってましたよね。低馬力の車でタイムを叩き出すということで、この定説が揺らぎ始めるのがこの MF ゴーストの始まりとなっております。加えてなんですけれども、専用タイヤの装着も義務付けられていて、参加車両は MFG の協賛企業が生産する専用タイヤを履かないといけないという義務があります。当初はブリヂストン製の競技用タイヤのみ供給されるワンメイク体制だったんですけれども、第3回の大会から横浜タイヤも参入してきております。こんな感じで MFG のレギュレーションがあるんですけれども、つまりどういうことかというと、このイニシャル D においてケイスケとか藤原匠、この2人がプロジェクト D で成してきたことに対しての回答編で、このグリップウェイトレシオの均一化ができたっていうのが、まあストレートな答えだと思うんですよね。またよくわかる点にしては、イニシャル D においては結構タイヤの管理ってところが重要視されてくるのが、特に後半からのステージだったと思います。最初の方はペース配分だったりとか、もしくはタイヤっていうのはほぼ最初から最後までね、結構重要視されていた内容かなと思います。だからこそ今回グリップウェイトレシオの均一化ってところにフォーカスされてるのはまず間違いないと思うんですけれども、で加えてもう一つ欲しいところっていうのが、おそらく藤原匠のような人車一体という部分なんじゃないかなと思います。でおそらくこの MFG において、まあ、トップをね君臨する人っていうのは、いわば行動最速理論の回答答え全てが詰め込まれた人物だと思います。でこれが片桐彼方になるのかっていうのは正直そこではないと思っていて、いろんな人たちがどんどん吸収していって、いろんなものが変わっていくことによって出来上がってくるのがこの MFG なんじゃないかなと思います。で高橋涼介のことなんで、この先の何か、もちろん自然災害があるとか、こういうチャリティー的な目的だったりとか、そういうところももしかしたらあるのかもしれませんよね。はい、今回こちら行動最速理論と MFG のレギュレーションについて振り返りながらもう一度復習をしていきました。ちょっとねやっぱアニメだけ見てると分かりにくい部分もあったと思うので補足したんですけれども、これがどういうものなのか正直まだ具体的には分かっていないので、高橋涼介が何を考えているのか本当誰も分からないことなんですけれども、意外と速く走ればいいとかそういう話ではなくて、何かしらこう人間としてのテーマってところを持ってきている可能性もあると思うので、もしかしたら医者という立場から何か思うこともあったりとかするのかもしれませんよね。ぜひ皆さんのご意見だったりとか、 MFG のレギュレーションだったりとか、行動最速量だったりについてね、コメントとお待ちしております。今回は以上になります。また見てやってください。さようなら。